最後の屋号の涙は船長がいなくなるのを知って泣いてたのか、ソロデビューを決めるのを知って泣いたのか。君たちあんまり上手くないね。え？でもすごく楽しそうだったよ。なにこのおじさん、誰？失礼な。僕の事務所に入らないかい？嘘、これってこんなに立派になって、やっぱり君たちは最高だよ。ここで、一つ、マリンからお知らせがあります。え、なんか聞いてる？何聞いてない？今日でこのバンドは、解散します。マリンには、やりたいことがあるんだ。たいこと？寝たいこと？みんな、さよなら。え、行かないで。どういうこと？え？嘘てこでしょ。教えて、マリン。マリン、船長だろ。はい、それで言うと、あれはマリンの中ではせっかくスカウトして育てたのに勝手に解散されて泣いてるというイメージです。